需要に的確に答えていく際ではガミナプリコね、ハージもあるよ。ということで今回は、カリザ君の可愛いお姿を紹介します。やっぱり生意気なオスガキを分からせるのは最高だよね。ここ最近で一番興奮したのは秘密だ。こちらもぬかねば。ブサ法というもの。やばいですね。一応最新ストーリーだからネタバレ注意ね。この声って、あのクソチビガキの声じゃない。なんだ、叫ぶ余裕があるなら全然平気っぽいわね。クソチビガキという罵倒のオンパレード。平気なのかしらね。どしたのシェフちゃん、ジュエルを噛みつぶしたような顔してるよ。シェフィーちゃん、何かあったんですか？見ればわかるわ。通路の先にいるから、あの人たち。なんじゃろ。なんだこのギャル。どうかつってんだろ。バカ野郎、お前3人に勝てるわけないだろ。俺の背中からどうかしやがれ。デカケツはいいぞ。カリザキュン。あ、こいつ変態お姉さんだ。でしょ。また新たなお姉ちゃんか。壊れるな。誰がお姉ちゃんだ。こら、ヒーロー、俺様のペットのくせして何言ってやがる。てめえ、運命のお姉ちゃんだよ。生意気。いいよいいよ、カリザキュン、もっと意地張って。こいつもしや僕たちの擬人化なのでは。起きって折れて、声変わり前の可愛い声で、お姉ちゃんって泣くようになるまで、たっぷり可愛がってあげっからね。何なのこれ。初他に優しいギャルは実在したんだ。カリザ君、無事だったんですね。おいしそう。尊厳以外は無事だな。カメラを止めるな。命の方は無事だけど、なんというか、いろいろ無事じゃなさそう。昔から権力者は最終的に男に走るから、つまりそういうことだよね。それは置いといて。カリザキュー、ほらほら、しゃがんで隠れてないで。新しいおベベ、お姉ちゃんたちにお披露目しよっか。おベベって興味聞かねえな。やめろ、首根っこ掴むんじゃねえ。あぎゃぐ。その名もカリザキュンプリンセス。うわあ、言うな言うな言うな、やめろ。 DVDDVD 今成仏悪目の話した。カリザキュンプリンセスフォーム。クソかわいい。プリンセスフォーム。ユミちゃん体操服より早く実装されそう。無理やり女の子の服に着替えさせられただけよ。私はペコリーヌさんたちより先に目を覚ましていたから、ちょっと見ちゃったけど。ケツちゃん、カリザキュンのあれを見ちゃったの。ひどい騒ぎだったわ。殺せ殺せ、こんなざま見られたら俺はもう生きていけねえ。お前も大麻人のように潜入任務に励むんだよ。てめえ、俺のことぶっ殺すぞっつってたよな。頼む頼むから今すぐ殺してくれ。見苦しいのを通り越すと殺す気すらうせるね。ああ、惨めね。くそ、ちくしょう。カリザキュンの悔しそうな声はいいですね。てか、パスできないっしょ。こんな、美味しそうなショータ。よい歌、それでこそ女や。じゃ、あとはお若い二人に任せて。待っててめろ、俺とこいつを二人きりにすんじゃねえ。そんじゃ続き
しちゃおっか。カーリザキューン。あ、撃つとやろや。えい、えい、もん。カリザくんにも穴はあるんだよな。ということで今回はここまで。動画更新や自作エロゲのお知らせ等は Twitter でしてるので感想やフォロー、動画のいいねと高評価も押してもらえると嬉しいです。あと次に紹介してほしいオスガキがいたらコメントしてってね。さて、この動画を最後まで見た君たち、男の子で抜いたらホモなのか、バカ野郎、抜けりゃいいんだよ。どうしてイレギュラーは発生するんだろう。では、サラダバー、動画のいいねとチャンネル登録もよろしく。